こんにちは、俊ぜのサッカー講座です。今回の動画は、マーカードリブルと帰りは、ラインドリブルの、練習です。ボールタッチ向上や、本当ドリブルのね、向上にめちゃめちゃ、有効なドリブル練習の一つです。はい、めちゃめちゃ、本当に上手くなるので、ぜひやってください。で、マーカーすでに並べてあるんですけど、マーカーの、幅的にはだいたい足1歩と反対の足半分重ねたところにだいたい置いてます。はい、そんぐらいの広さがね、ほんとちょうど、ボールがギリギリ通ったりとか、まあ試合中こんぐらいの狭さでボールタッチができると、相手の狭い間とかに入っていったりっていうのがすごく、できるようになるので、ぜひ本当にマジでおすすめの練習方法なのでやってください。まず一番最初は得意な足の親指と小指です。はい、まずコーンドリブル、マーカードリブルの方は間で2回以上触ってください。 OK、 間で2回以上です。で、親指2回触ったら小指2回みたいなイメージでやってください。で、帰りはこの赤いマーカーから一番奥の多いマーカーまで、この横側を親指小指1回ずつ触って向こうまで戻ります。はい、それが一番最初のメニューです。まあ大体まあ3回ずつとかやったら、もう本当にもう1ヶ月ぐらいでボールタッチめちゃめちゃ変わります。まあ3回ずつやるの難しいよって人は、まあまずは1回ずつでもいいのでやってください。はい、ではじゃあまず1種目目いきたいと思います。親指小指で間に入っていく。で、ちょっと言い忘れちゃったんですけど、この時のポイント1つ、反対足をマーカーの外側にずっと置いとかない、こういうドリブルですね。これはなしです。で、なんでかっていうと、試合中にこれ相手の足だとして、ここの間をこうやってまたぎながら通るかっていう話になっちゃうので、ドリブルで大事なの、これめちゃめちゃ重要です。反対の足をしっかり動かすドリブルっていうのが、めちゃめちゃドリブルって大事になるので、ちょっとそこを意識しながら、反対足をマーカーからちゃんと動かす、反対側から動かすっていうのを意識しながらやってください。よいしょ。はい、これが息です。で、帰りは親指小指1回ずつ。はい、で、親指小指のポイントね、はまずボールの横をしっかり触る。 OK、 ボールの横、自分の方を蹴ったらこうやって前に進んでっちゃうから、しっかり横を蹴ってやってください。はい、ポイント2つ目は、これ強くじゃなくて優しく蹴る。強くじゃなくて優しく。 OK、 はい、じゃあポイント3つ目、さっき言ったんですけど、反対の足をしっかりとボールの横まで動かす。まあこれ1回触るときも、常にボールの横に足、反対の足があるイメージでやってください。さあ、次2種目目は、反対の足の親指と小指です。親指。で、そしたら戻るときは1回だけ、親指こい。はい、今のね、2種目目です。反対の足ね、反対の足も、ドリブルでね、重要になってくるので、しっかり反対足も練習してみてください。はい、じゃあ次は、両方の足の小指です。アウトサイドだね、アウトって言われるやつです。小指、ジャンプして反対足、小指のイメージでやってください。で、これは帰るときも同じタッチでやる。ここは変わらないです。息も帰りも同じ。まあでも帰りだけコーン、マーカーは関係なくやってください。で、この時のポイントは、しっかり反対の足をジャンプで触る。こうやって、反対側に行ってから触る。反対に行って触る。これは、ベベーです。必ずボールの前に足を出して止める。ボールの前に足を出す。
るときも同じです。小指、はい、あと2種目あるのでちょっと頑張って見てください。はい、じゃあ次4種目目、まあ両方の足の小指と親指、小指で出す、親指で止める、小指で出す、親指で止める、OK、これも、一緒ね、やる、外に小指で出して親指で止める、外に小指で出して親指で止める、それではやっていきます。小指、親指、戻る時も同じです。はい、次ラストね、ラスト足の裏です。でロールで横に転がして親指2回で反対足ロール、親指2回、これちょっと難しいんですけど、ロールを斜めにやると当たったりこっちの足が、またいじゃうので、しっかり横にロールをする、横にロールをするっていうのを意識しながらやってください。でもう一つ大事なのが、親指で2回触る間に次やりやすい場所にしっかりとコントロールするってこともね、意識しながらやってください。これも帰りは息と同じでやってください。でしょうか。今回はね、コーンドリブルとラインドリブルを一緒にやる練習方法を解説しました。これめちゃめちゃ疲れます。もう今ちょっとやっただけで汗だらだらです、はい、本当にねボールタッチ向上、ドリブルめちゃめちゃ上手くなるので、ぜひ、マーカー持ってる人、コーンドリブル、マーカードリブルやってみてください。はい、これね本当に小学生の時から、僕がやってた練習方法なので、絶対上手くなります。はい、なので、まあ大体1日3回ぐらいを目安に頑張ってやってみてください。はい、でドリブルマニアスクールっていうねスクールをやってるので、無料体験もやってるので、気になる方は、概要欄の方に公式 LINE の方貼っておくので、そちらからご連絡ください。あとねこっちこれ、僕のインスタグラムのアカウントの ID です。はい、結構ねこっちでも、いろんなね動画の解説、いろんな技の解説とかしてたりするので、ぜひこちらの方も、フォローいただけたらなと思います。あとチャンネル登録、高評価、あとねこの練習いいなとか思ってくれた人はぜひコメントの方に書いてくれたら嬉しいです。はい、それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。チュンデのサッカー、チュンデのサッカー、あれこんにちは、チュンデのサッカー講座です。